皆さん、おはようございます。ただいまの時間が、朝の9時45分になっているんですけど、ガチで寝起きです、これ。8時に起きようと思ったら、なんか目覚めたら9時40分ぐらいですよ、それ。そんなわけで、寝起きでそこガチを取らせていただこうと思うんですけど、ちょっと声カスカスなんで、一旦ちょっと、水飲んで、うんこしてきていいですか。さあ、やっていきましょうか。推しの子ガチャですね。いやー、まさか鳥獣コラボとかの、そういう系統のやつが、普通にコラボできるとは。いや、これは全く思わなんだ。で、出てくるキャラに関しては、あれだね、じゃあ、来ていただくために、ルビーの声優さん。実はモンストーリーキャラやってるんですよね。で、アイの声優さんと、まあ、アクアマリンですね。はい。アクアの声優さんはちょっとウィキペディア見たけど見つからなかったわ。で、あとは、まあ、関係あるからいろいろ並べてますんで、やらせていただこうかなと思います。で、今回のキャラクターたちの中に関しては、まあ、パッと見スペック的に良さそうなのはルビーなのかな。まあ、使って倍率とか調べたり、使用感見たら、また評価変わるかもしれないけど、なんか、スペック的に見てると、ルビーが、いっちゃんもっと来たいかなみたいな。まあ、あとコラボのスピードアップは、比較的腐りにくいもんね。まあ、その辺も含めて、あとはコラボ確定演出も絶対出していいから、おい。お!いや、しゃくくちゃ、ちゃいや、もう未所持確定だから、コラボの確定演出出た時点で。で、まずここで、アカネか、あー、そうだね。アカネかメムジョ。よしよしよし。でも今回なんか、特にアカネかな?アカネがアレスターですげえ使えそうなんですよね。メムジョの方は、まあ、ぶっちゃけ、いけるだけみたいな。なんかそんな感じするんですけど。よし!あールビーありがてえ!でもメインじゃないんだよな。まあ、とりあえずでもスピードアップは、いや、そうだ!あれだ!マサムネ持ってねえ端末ってどれだっけ?一番左だったかな?マサムネ持ってない端末にちゃんとルビーを持ってかないと、私周回できねえ、ロバ。っていうか、やっとこれで周回できる。連勝システムがね、うんこな都合上。あ、いるだ、うわ、けんなんで終わった。これが、寝坊した罰。うわ、ダブルビー。もうこれ、一番左はもうこれで、もうこれで終わってもいい。だから、あとは愛引くだけ。はい。だから、ちょっとアレスターでいい感じに茜使えるのかなっていうのが、ちょっと気になる。だから、茜アレスターの使ってみた動画が出るかどうかは、はい。出たらめっちゃ使えるし、出なかったら、まあ、言ってね、みたいな。いや、そんな感じ。ちょっと気になるんですよね。ランタン縮短で、SS の短縮できますよ、みたいな。ミロフトのコピーとかもできるから、おあ、これは星コロクだね。よし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 で、有馬かなも、転園できないから、やっべ、一番左。一番左さばきが、今日、調子めちゃめちゃいい。はい。もうこれ、あとは有馬かな出たら終わりじゃね?で、グッジョブも今回は、あるしよ。確か前回の鬼滅のコラボの時も、確かグッジョブなかったっけ?で、おのおの30連目。でも今回よくよく考えたらラック90にする必要は別にないのか、そうすると。両方とも、あ、でもあれか、メムチョがなんか、グロッシアの、友情ブーストとか持ってんじゃなかったっけ?なんか、いや、どうだろう、反射だしな。おあ、これ何これ、うわなんか、え、何これ、ん、あ、普通にこう打って終わりか。うおえぇ、ー、あ、えんモンストのオリジナル確定演出を引き出す前に、やってくれるってこと、これで。うわぁ、聞きたかった、もう、ルビー、やべ、めちゃめちゃルビー出てくる。よし、一番の大当たりだと思ったら帰る。やっぱ、スピアップ、コラボのスピアップは大体腐らないもんね。なので、とりあえずこれで、あとは、アクアマリン引けたら、終わりかな。アクアマリン、これネタで言ってるわけじゃないからね。みんな忘れがちだけど、赤の正式名称アクアマリンだから、確か。あれ、これ違ったっけ?はい。くそ、ってことは引っ張って離した瞬間に暗転しないと、うわ、コラボ確定図出ないのか。ちょっとメインでちゃんと音聞きながら出たいんだよな。次、暗転したら、あ!よし!やっと何も出てない。ありま。やばい、これ。私、ピーマンになっちゃう。
あとこれはアクア出てきたら終わりだけど、個人的には、2体欲しいのよね。ルビーが。はい。で、あと、あれもコンプしたいから、グッジョブもコンプしたいから、とりあえずグッジョブコンプまではメインは絶対引く。まあまあ、この辺関係ないです。はい。でも今回やっぱコラボ追撃がない都合上、あ!いやー、違う!はい!コラボ追撃がない都合上、ちょっとどうなんだろうな。いつも大体なんか追撃あるコラボ当たり前にやってっから、そうだ、今年あれが超重コラボもフリーデンだったから、そこも含めてなんか、アルビ!あれこれよくよく考えたらコンプしてな。やべ、あ、やべ!コンプ誰もしてない、よくよく考えたら、はい。安定もしない。で、このアカネの性能が、そうだね。やっぱなんか、アクセラレーター状態敵にできるし、味方にもできるしで、なんか普通にあの、性能低い以外は、ステータスとか、なんか普通にアレスターで強そうなのが、正直結構気になってる。だからやっぱ、モンドリだからか、なんか星45の性能も、ちょっと普段よりか、毛色を変えて持ってる気がするわ。頼む、安定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 。ここで確定もなんもないから、なんもないかな。お願い。いや、そろそろちょっと、マジで、コラボ確定数を求めるから良くない。こういうのは、ね、モンハンと一緒、物欲センサーとか考えるから、あーほら、そんなこと言ってるからこうなっちゃう。いや、だから、もうコンプなんて考えない。まあ、とりあえず、コラボキャラも出なくていい。とりあえず、コラボ確定数だけ、コラボ確定数だけ、安定してコラボ確定数だけ、私は、はぁ。いや、違う、逆、逆。コラボ確定数なんて、お!あ、やべ、これなんか歌流れてんじゃねえか。おいおいおい、ダメ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 、私の声が聞けす。ポニーテール、よし、来い、頼む頼む頼む、来い、今かな。おい、やべ、やばい、そろそろ、今からが。やべ、これ後ろマジで歌ってるじゃねえか。ちょ、これ喋りすぎて歌何流してたか、まあ、真面目に聞いた著作権的にアウト食らうんで。おい、編集で聞くしかできねえじゃねえか、これ。でも、有馬かなはいらね、これ。いや、いらね、これ。もう3体出てきたじゃないか。で、結局、アクア1体しかいねえし。あれ?ん?あれ、今引っ張って消えたタイミングだと思ったけど、なんか刺さったタイミングで消えたっけ?あれ?はい。ここで消えた、さっき。で、しかも、確定演出、どうなんだ、これ。絶対に外に飛び出す演出確定みたいな感じなのかな?これ何?あれ?シュを暗示してんのかな、ちょっとネタバレになるから嫌ないけど。赤よーしよしやーっとくやっと、まあ、メインでコンプできたら他は、よーしよしよし、まあもうどうでもいいよ。いや、これもあれなのかな、やっぱ出産をイメージしてなんか、外に飛び出すみたいな、なんか、じゃああまり触れないでおこう。で、はい。星玉。これと、こっちも合わせる。多分これで、結局、アクア以外はそれなりに数出てるから、まあ、オッケーなのかな。で、アクアも新友情のあれだね、爆絶ホーミングが、あれがちょっとよくわかんないね。どうなんだろう、威力9万だったっけ爆絶。やべ、ルービー、まあ、いっか。こっちで出てるし。あ、ルービーアカ、うわ、エモ、いや、この二人揃って出るの。やっとまともになんかコラボキャラが連続して出てきたの見た気がする。で、結局、ルービー、おい、こんだけ引いてルービーしかいねえじゃねえか。ちょっとこれもうちょっと、いやー、やっぱこれあれだな、こっちのメインを引いてる間に、はい。ちょっとこっちは総合引き解除で、これだけは、もうちょっと引いとかないと、はい。これだけはもうちょっと引いとかないと、なんか、せめてアクアか、赤で、いや、ちょっと待って、こっちのサブ剣なんてもっとクソじゃねえか。どう ?2、3、4。でもこっちはあとルビーもう一体ぐらい出てきてくれたら、もう出てきた。で、あ、どうしようかな。いや、サヨドラでちょっと、いやでもアクア、でもアクアが別に一体でも十分なのかな、砲撃型だし。なんかめちゃめちゃつく、あ、でも、まあでもこれはモンドリでコラボしてくれた感謝の気持ちを込めて一応最後まで駆け抜けるか。で、一応こっちも、50個稼いでおいて。よし。で、ウォーブ50個、あ、やべ、25個。
よし、これで数がいい感じに揃って、頼む。これあれ、もしかしてサブ機を頑張って追わなきゃいけないかもしれない。これあんまりサブ機に課金ってやりたくねえんだけどな。メインに課金だったら、まあたまったら運極がね進んでいくけど、はい、サブ機は基本的にまあメインより遠いのが大半だからね。だから頼む、これで。お、来た来たー、愛来たー。喋らなきゃいけない。そう。で、これで、だから、ポポーに言って、いや、私のアイドルの歌の曲の、ちょっと私のリストが何も、アルバム何もないのか、バレちゃう。よっしゃ、え、あれ、ここで止まるって何かあったっけ。あ、そっちそっちのアイドル。やべえ、裏で地声低そうな方のアイドル出てきた。で、これでやべ、これちょっと喋り続けないと。で、これで、はいはいはい、さあ、アイドルが出てきておりまして、ちょりちょり、あー、ポルトさん、あー、うわ、クアも出てきました。はい、さあ、どうなってるんでしょうか、これは。全然メインには出てきてくれません。よし、これで、はい、オッケー。はぁ、これ真面目に聞きてどうしよう。編集で後で、ちょっとこれどっかで思いっきりカットして、ちゃんと真面目に聞いとこうかな。で、結局、メインは、一番理想的なんですけど、サブ機が。そしたらね、サブ機でちょっと課金してきまして、これ、まあ、今回の最後にやらせていただこうかな。これで、まあ、ちょっと最低でもどっちか、足りてない、まあ、こっちは、もう有馬かな以外。で、こっちは、ルビー以外。せめて最低1体はやっぱ、持っておきたい。で、サブ機にね、課金するなんて、懐大丈夫なんですかって、思う方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、僕練習1億だよ。いや、1億は、おー、来た、いや、これめちゃめちゃ来てる。やばい、1億パワーすごくね。まあ、1億もないけど、さすがに。で、これ、よしよしで、これは、よし来た。あ、もうこれ終わっていいや。アクアと、ルビー。あー、エモ、めちゃめちゃエモいじゃねえか。よかった、ここに、重曹ちゃんが、間に入ってこなくて。これでもうね、先生、私もう18歳だよができる。よーし、よかった。兄弟の間に入ってくる、有馬かなは存在しなかった。じゃ、これでもう、まあ、引けてないけど、うん。まあ、あれ、そうね。グッチョもコンプできたし、まあ、もう十分か。とりあえず、これ以上追ったら、まあ、どうせモンスターボールなんだから、また、コラボガチャとかね。あ、まあ、なんかどうでもいいやつだ。なので、コラボガチャとかどうせ来月もぶち込んでくるから、使いすぎは現金で、ね。まあ、そんな感じで、よし、なんとか、メインがね、大勝利に追ってもらう。あーか、あかね、終わってねー。まあ、特玉で多分出るでしょ。まあ、最後にじゃあ10連勝。これでちょっとあかね。いや、まさか、星4個がランク系。てか、他の端末全部できてんのに。てか、一番引いたのメインなのに、あかねだけない。これちょっとアレスターで使うにあたっては、やっぱランク90にしとかないで。よし、あかね完了。あ、有馬かな。あれ、もう、え